2024年が明けてすごいニュースが飛び込みました。なんとレニちゃんが新たな挑戦に打って出るというのです。今回マラソンですよ。やばいですね。なんでこれやろうと思ったの？いやでも去年あの春の一大事のこの事前の訪問で福山マラソンに、ね、広島県の福山マラソンに出場させていただいて、もともと短距離よりも長距離の方が得意だったんですよ、あのちっちゃい頃から。で久々にマラソンを走って結構いいタイムが出たんで、あのそこから火がついてマラソンいつかハーフフルやりたいなっていうのが叶いました。かつてももクロのライブ中にランナーたちが本気でハーフマラソンを走るという演出がありました。これをステージでパフォーマンスしながらなぜか羨ましく思っていたレニちゃん。ここから彼女のマラソン大会出場への夢は膨らみ始めました。できるできないを今回日本郵政グループのスポーツ応援アンバサダーに任命されたこと、そこから鈴木亜由子杯ほの国豊橋ハーフマラソン2024へのイベント出演が決まったことを受けて、なぜか背中を押された気がしたレニちゃん、ついにハーフマラソンへの挑戦を決めたというのです。ももクロでデビューして16年、アイドルとしてはベテランの域に達する彼女が挑むハーフマラソン。昔から何でも果敢に挑戦するタイプでしたが、まさかハーフマラソンに挑戦するなんて本当に大丈夫でしょうか。いや最初聞いた時びっくりしました。あの20キロっていう距離分かってんのかなと思ったぐらい。レニちゃん大丈夫なの本当に？ねえ、ちょっと私も正直不安なんですけど。こんな30歳からの大挑戦ということで、ぜひ頑張ってほしいなと思います、うん、はい、頑張ります。ちょっと30でもできるんだぞっていう、こう皆さんにね夢を与えたいなと思います。何歳からでもね、希望の星になっていただきましょう。そんな彼女、2024年2月4日から3月23日まで日本全国を巡回する初の主演舞台を控えていました。出場する鈴木亜由子杯ほの国豊橋ハーフマラソンの本番はこの舞台の千秋楽、3月23日の翌日、過密スケジュールの中での挑戦、一体どうなるのでしょうか。この番組はスポーツの力で日本を元気に、日本郵政グループの提供でお送りいたします。体動かせ日本、毎日の運動をもっとライトに、もっと楽しく、運動にルールはない。みんながライトに楽しめる新しい体操、ウェブで公開中、やってみてね。スポーツの力で日本を元気に、日本郵政グループ。本番まで2ヶ月を切った1月29日、やっとトレーニングが始まりました。あ、申し遅れました。私高木レニの母です。今回は皆さんと一緒にレニの奮闘を見届けさせてください。さて今回のトレーニングのコーチは日本郵政グループ女子陸上部のモノノフランナー鈴木亜由子選手。パリ五輪最終選考レース出場を目前に控える中でのとっても貴重なありがたいコーチングです。日本郵政グループ女子陸上部の高橋正彦監督にもお付き合いいただきました。練習前に、そうですね、で毎日やってると、うん、張り方がこう分かってくるんで、痛いところをちょっとこうやってあげるんです、はい、まず最初のほぐす筋肉で、人がいるとちょっとこう押してこうやってもらうとさらに負荷がかかるんですけど、そんな痛くないですか？そんなに痛くないです。あ、じゃあ大丈夫です。大丈夫か？大丈夫です。張ってなかった。まず腹筋がどれぐらいできるかちょっとやってもらう。腹筋、そうですね、確かに。ちょっとこのおへそを見るような感じで、はい、多分これね、何にもこう支えてあげると簡単に割と比較的楽にできるんですけど、これないと意外とバランス取るのが難しくて、ちょっとグッと膝をこう
こと上げるっていうのはここまで上げると結構難しいんです。しかもこれ押さえてる、これ押さえないでちょっとやってみましょう。こう下げるときつくない？腹筋はやっぱり苦手みたい。だけど家ではずっと走るイメージトレーニングをしててうるさかったな。7、8、9、10、20回3、4、5、6、7、8、9、10。これいいです、リズミカル、リズミカル、それはできた、素晴らしい、リズミカル。じゃあ走ってみますか。まずは今日は、ね、どんな走り方をするかを、はい、我々もちょっと見てみたいので、はい、はい、走るフォームを見てもらうためトレッドミルでランニング開始。時速8キロまで行きましょう。目標は、はい、まずこれでゆっくり、はい、手を離してください。大丈夫です。手を離しても、はい、手を離してもいいですけど、このぐらいのペースはどうですか？大丈夫です。大丈夫です。はい、足のね、引き方が非常に癖がそんなにないのでいいと思います。私の癖は普通は足先が外に開いたり内、ま、女性だと内股になったりするんですけど、走り方はいいですね。はい、で振りも、はい、コンパクトに。キロ7分6秒で。じゃあハーフマラソン3時間過ぎちゃったらもうゴールできないんだ。やだそれは。はい、そうです。あの回収されちゃいます。そうそう。そうなんだ。それはやだ。それだけは避けたいな。だからそれを避けるためには 5.5 の1分のペースで2、3時間。ペース配分大事だね。ペース配分大事、ね、はい、ペース配分というマラソンには欠かせない大事なポイントを学んだレニ。そしていよいよ外に出てレニの今の走力をチェック。ハーフマラソン2時間30分完走ペースで、アイコと一緒にまず1周体感してみましょう。はい、お願いします。じゃあいいですか、はい、5秒前はい、3、2、1、お願いします。ゴー。全然目標タイムよりも速いペースで、もう、はい、でもこれが2時間続くんですもんね。まあまあそうですね、はい2時間半で完走するペースより速いペースでゴール。力試しとしてレニが心地よく走ることができるペースで1キロを走ってみることに。はい、じゃあ行きましょう、はいはい、3、2、1、ゴー。今何分？今5分半ぐらいのペース。5分半のペース、はい、すごい5分半のペースですよ。5分半で行ったらどれぐらいだ？2時間切っちゃう？切らないか？2時間ちょっと？このペースで行けるといい。2時間が切れる。1時間58分。2時間58分。まさかの2時間を切るペースで1キロを完走。初めてのトレーニングは好調な滑り出しとなりました。いよいよ始まったなっていう、このでもなんかあんまりこうトレーニングとかってももクロってあんましないんですよ。あのストレッチ、ダンス前のストレッチぐらいで、こう日々のトレーニングってなかなかこう習慣づいてないので、ちょっとこれを機に頑張りたいなと改めて思いました。鈴木選手、レニちゃんちょっと実際トラック一緒に走ってみましたけど、はい、どうですか？初回だったんですけれども、非常に余裕を持っていいリズムで走れていたので、これは本番ちょっと期待できるなと思いました。確かに、はい、そうですね、非常にあのドリルなんかやらせてもですね、言ったことをすぐにこう体でこう表現できるというか、そういう器用さもあるので、うんうん、かなり期待できると思いますね。まあ、言うても残り2ヶ月もある、2ヶ月しかない、うん、まあ、どっちとも取れますけども、うんうん、まあ、言うても先生方がずっとついてくれてるわけじゃないそうなんですよね。これどうしますかと。そうなんですよ、そうなんですよ、まあ、でも今日あの、まあ、器具とかなくてもあの気軽にお部屋とかでもできるこう補強も何個か教えていただきましたし、なんかできることを積み重ねてもらえたらいいのかなと思います。レニちゃんのペースで、はい、頑張ります。ずっと監視していただきたい。この2ヶ月間はもう囚われの身なんです実
実はこの日、鈴木選手と高橋監督からレニに向けてとあるプレゼントをいただきました。その中にあったのが こちらは何ですか。これはですね、ガーミンといって GPS のウォッチで、練習の時にこれをつけて走ってもらいたいんですね、はい、でこれをつけて走ってもらって、後で携帯のアプリと連動させると、うんうん、レニさんがどう走ったかとか何分で走ったかとか全部監視というか全部わかります。だから途中で、はい、疲れたって言ってしゃがみ込むとそれも全部バレちゃいますので、さあレニ、いよいよ本格的になってきたね。気を抜けないじゃないですか。しかも監督が結構ありがたいんですけど、過大評価をするんですよ私に対して。褒めちぎって確かに褒めて伸ばすタイプですもんね。そう、だからその期待を裏切らないようにね、どうにかハーフマラソン完走できるように日々今日のおさらいとか頑張って自分なりにやって完走したいなと思います。目標時間できましたもんね。目標タイム、そうですね、2時間半が目標です。2時間半ですね、はい。で2時間半で走れる自分のゴールしてる自分の姿をイメージして、この2ヶ月間頑張っていきましょう、うん、はい、頑張ります、はい、体動かせ日本、毎日の運動をもっとライトに、もっと楽しく、運動にルールはない。みんながライトに楽しめる新しい体操、ウェブで公開中、やってみてね。スポーツの力で日本を元気に、日本郵政グループ。マラソン練習がスタートしたところで舞台もいよいよ幕開け、地方公演を含め全30公演を走り切ります。しかし舞台の稽古が重なってしまい、練習する時間がなかなか取れない中、2月15日2回目のトレーニング、まだハーフの距離感もつかめていない状態、不安がよぎらないわけがない。今日はですね、なんか前回教えてもらった、ドリルだったりなんかいろいろストレッチとかトレーニングしつつ、今日は本格的に走るっていうのをねやっていきたいなと思います。監督から昨日メニュー表が届いて、結構今日はがっつり走るんだなっていうのでちょっとドキドキしてるんですけど、今のところこう自分が今どれぐらいのペースでどれぐらい走れるのかっていうのがはっきりとこう分かっていないといいますか、自分でも限界がどこまでっていうのが分からないので、今日ねコーチしてくれる方と一緒に、試して頑張って、いろんな一つずつね目標を細かく決めていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お天気もいいので頑張ります。今回は当日の並走してくださる日本郵政の風戸さんにご指導いただきます。この日高橋監督からいただいたメニューは、ダッシュと休憩を繰り返し行うインターバル走、脚力向上、スピードアップを図ります。12本か15本行きたい絶対行きたい。やっぱ1回15キロ走ったらもうすごい。いや行きたい、絶対行きたい、本当に行きたい。いきなり15キロなんて大丈夫なの？未だ走ったことのない距離にもかかわらず、意欲だけはたっぷり。何でも果敢に挑戦するところは昔から変わってません。1、2、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 1、2
ますけど。これは何ですか。これは日本人桜。めっちゃいいよ。通路ってないし、若干普段あるところがあって、まあ、左側に立つとできるんですけど、踊りなくてもいい、ちょっとこう、頑張ろう、頑張ろうっていう感じじゃないですか。覚えたいなって思ったりなって、今のところ余裕ですか？はい、今のところ大丈夫です。設定ペースより1分ぐらい早いです。おー、おーすごいですよ。やったー。本当に。うん。
間10分か15分ぐらいのペースで嬉しいですね。やった。その後も順調に走り続け、これでそうですね、10本目10キロです。まだ余裕ですか？余裕です。すごいな、舞台の直前までできちゃうな。でもなんか若干やっぱでも息の上がりが早くなりましたね。そうなんですよ、やっぱこう、うん、体自体消耗してると思うんで。はい、そんな気はします。10キロ通過後も走りながら話せるくらい余裕があるみたいです。およそ13キロを走り終え、練習終了かと思いきや、どうしましょう。まあ本当、もし今日行こうとか行けると思うんですよ、はい、でもなんだろう、それがちょっとこう怪我につながったりとか、そう、若干疲労が出てきちゃうと怖いんで、はい、だからちょっと休んで、うん、まあもう今日これで終わりにするか、行くにしてもあと1本くらいがいいかなと、はい、結局この日は最長の15キロを走り切り、トレーニング終了。なんか今までこの距離を自分で走ったことがなかったので、どんな感じになるのかなってちょっとドキドキワクワクしてたんですけど、なんかでもなんかちょっとしたなんか 100% 心配だったっていうよりは、今日こうやって走れてちょっと安心材料が増えたんじゃないかなって思うので、ここからまだあと1ヶ月間教えてもらった、ね、この先日鈴木選手に教えてもらったトレーニングだったりだとか、ストレッチだったりだとか、いろんなね場所を走って調整していけたらいいなと思います。でも気持ちよかったです、めっちゃ 外走るのやっぱいい、はい、次も頑張ります。並行するように舞台も何とかこなし、まずは12公演が終了。本番まで1ヶ月を切った2月29日、3回目のトレーニング。ちょっとね、思ったよりも前回 の監督さんとかからの評価が良くて、自分的にもちょっと手応えはあったので、今日はねまた多分場所を変わって景色も変わるので、気持ちを新たにね、自分のできるところまで走りたいなと思います。なんか前回は割と1キロ走ってちょっと休憩して1キロ走っての繰り返しだったんですけど、今日は4キロコースっていうので4キロ続けなのかちょっと分かんないですけど、でも少しずつできることが増やせたらいいなと思うので頑張りたいと思います。本日は日本郵政グループ女子陸上部の斉藤コーチと、アメリカでのマラソン合宿から帰ってきたばかりの高橋監督にコーチングしていただけることに。ハーフマラソン本番まで1ヶ月を切り、追い込みをかけたいところだけど、焦らず無理せず着実に練習を積んでいかないと。普段筋トレとかやられるんですか？ないです。じゃあ行きましょう。はい、はい、よー、これを見て押せばいい。はい、これでいい。ということで、ただいま練習が終わりました。今日も13キロ走ったんですけど、今日はほぼぶっ通しで、ね、走って、自
ちょっときついなって思う時もあったんですけど、最後の 3.5 キロは音楽をね聴きながらやってたんですよ。でそしたらすごい一番いいペースがタイムが出たので、やっぱ音楽の力ってすごいなと改めて思いました。なんかちょっとだけそのアスリートの方がねよくももクロの音楽聴きながら、それこそ鈴木亜由子選手とかもももクロ聴きながら走って調子いいんですとか言ってくださるじゃないですか。その気持ちがちょっと分かった気がしました。はい、なのでもういよいよ1ヶ月を切ったのかな、もう明日から3月に入りますが、残りの時間でね、残りの時間を有効に使って頑張りたいなと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした、はい、順調だったと思います。この前1キロを、やって5分30秒ぐらいで、スムーズに行けてて、で今日は距離を伸ばして 3.25 ぐらいの距離を同じぐらいのペースでずっとこなせてますので、おそらく本番は5分30秒ぐらいのペースでそのままハーフまで行けるかなっていう感じはしてます。はいはい、この前よりもまあまあアップしてるのかな。はいはい、まあもともと普段から多分ね、ライブだったり舞台で動い体を動かしてると思うので、そういった意味ではスタミナのベースがあるのでハーフマラソンぐらいはずっと走れるかなという気はしてます。はい、ただまあここから無理して怪我をしたりするとパフォーマンスが出ないと思うので、まあ、無理せずに、はい、このまま順調にやってもらえたらなというふうに思ってます。はい、なんかこの走る姿を初めて見たので、フォームもすごく綺麗で、体幹もしっかりしているので、なんかこのまま押していけるんだろうなっていうところと、苦しいところでも自分でこう気持ちのスイッチを切り替えて走れてるので、まあ、うちの子たちよりもむしろランナーに向いてるような感じもしたので、ハーフは絶対完走できますし、目標タイムも全然クリアできるところだと思うので、あとは体調管理とやっていただければ大丈夫かなと、はい、思いました。頑張り屋さんだね、はい、頑張り屋さん、あと器用だし、はい、リズム感、リズム感もあるし、はい、非常にいいと思います、はい、まあまあ楽しんで、はい、本番を迎えて楽しんで本番を走ってほしいなと思います。はい、ここまで3回のトレーニングを終え、走った距離は合計で 29.4 キロ。ハーフマラソンの21キロを一度で走ることなく本番が近づいてきました。レニー、本当に完走できるのかね。一方、舞台の方は3月に入り怒涛の地方公演、残り18公演を演じ切り、北九州で無事千秋楽を迎えました。初主演舞台を先に走り切り、休む間もなくレニは豊橋へと向かいます。結局満足のトレーニングができないまま、ついに鈴木亜由子杯、ほの国豊橋ハーフマラソン本番当日となりました。お天気はあいにくの雨模様。さらにここで心配な報告が。いやー皆さん面目ない。どうですか当日ですけど。ないんですよ、ちょっと足が痛めてしまって。こっちの何でいや、マラソンで練習で結構痛い。結構痛いですよ。ちょっと結構やばいですよ。だから本番への不安もあったのか、前日に自主練習を行い右足首を捻挫してしまったのです。悪天候に怪我と心配事はつきませんが、スタートは刻一刻と近づいてきます。は大丈夫です。この辺がいい、はい、レニー、どう乗り越えるんだ。体動かせ日本、毎日の運動をもっとライトに、もっと楽しく、運動にルールはない。みんながライトに楽しめる新しい体操、
ウェブで公開中。やってみてね。スポーツの力で日本を元気に。日本郵政グループ。続々とランナーたちが集まり、スタート間近。なんか私まで緊張してきました。バイバイ。待ってね。頑張るよ。ちょっと探すから。メンバーの皆さんも応援に駆けつけ、気合注入。いよいよ待ったなしです。ファイト。行ってきます。緊張する。そして。手には一般ライナーに混ざって後方 E ブロックからのスタートです。あ、来たよ。ライナーめっちゃ速い。たくさんのランナーの皆さんと笑顔でスタートを切ったレニ。メンバーの皆さんにもお見送りしてもらい、初めての21キロの旅が始まります。さすが我が娘高木レニ。レース中も沿道の応援にしっかり応え、この笑顔。アイドルちゃんとできてますね。応援って大事なんだよ、やっぱ。大事大事。めっちゃ大事じゃん、応援って。そうなんですよ。ハーフのハーフ。ちょっと行ったらハーフ。はい、10キロ。イエーイ。10キロ。でも景色が変わるから。楽しい。同じコースより全然いいですね。うん。当日ですけども、過密スケジュールの中で、まあ多分満足いく練習をそこまでできなかったと思うんですけど、ここまで どうですか。いやでも本当に忙しいスケジュールの合間を縫ってこう練習されていたのですごいなと思いましたし、本当にあのメニューをしっかりこなされていたので、なんとか今日力を発揮できたらいいなって思います。はい、未知の距離だと思うので、未知の今世界に挑戦されていると思います。目標の数字は、はい、どこら辺で。多分2時間15分か2時間半をあたりを目標にしていると思うので、はい、そこができたら。そうですね、はい。レンちゃん待ちますか。そうですね、ちょっと本当に待ちたいと思います。今頑張っていると思うので、もうしっかり応援します。でも全然練習の時より楽。ああ、レースになるとね、気持ちが乗るから。全然楽だ。いっぱい周り人もいますよね。はい、ちょっと調子が出てきました。いい感じです。2時間切れそうですか。頑張りたいですね。2時間半が目標なんで、2時間半より早くしたいです。目標は今の。初めてのハーフマラソンですが、実に好調なペースで16キロを通過。しかしいよいよレニにとってここからは未知の領域です。あと5キロ。あと5キロ。16キロです。今あと5キロ。頑張るぞ。3キロ。3
あと3キロです。もう川崎からも近いですよ。もうちょっと。もうラストですね。もうすぐ近いです。ちょっと待って。あのね、あのね、もう市役所だから。あ、もうゴールが見えてきたってことか。18キロついてます。ついてます。ついてる、ついてる、ついてる。あと2キロ。はい、あと2キロ、2キロ、あと2キロ。やった。19キロを通過し、残り約2キロ。しかしここで快調に進んできたレニの表情が曇ってきたな。口数も少ないぞ。おい、どうした。応援に再び力をもらい、笑顔を取り戻しました。さあレニ、ラストスパート頑張れ。あとちょっと。はいはい、笑って。あ、見えてきた。あそこ、あそこ、あそこか。もうちょっと。はよ。20キロです。あと1キロ。頑張るよ。もうちょっと。頑張ろう、頑張ろう。今まで走ってきた距離と比べたら変のがっぱですよね。頑張ります。はい、予想よりも速いペースでゴールへ向かっているとの情報をキャッチ。メンバーもスタッフも、もちろん私も驚きが隠せません。体動かせ日本。毎日の運動をもっとライトに、もっと楽しく。運動にルールはない。みんながライトに楽しめる新しい体操、ウェブで公開中。やってみてね。スポーツの力で日本を元気に。日本郵政グループ。この番組はスポーツの力で日本を元気に、日本郵政グループの提供でお送りしました。来た。ついに競技場にレニの姿が。最後の力を振り絞り、さらに速度を上げて笑顔でゴールへ向かいます。いや、頑張った、頑張った、めっちゃ頑張った。最後よ、最後。笑顔で。完走します。すごい、来た。2時間15分から半で行ければいいんじゃないかって鈴木さんおっしゃってましたけど、多分今2時間5分とか、すごい、そんなもんすよ。すごい、やばい、やばい、すごい、やばい、やばい、すごいね。だって初めてでしょ、この距離は。初めて。ねえ。どうだった、なんかさ、結構どれくらいできつい、きついなっていう瞬間。本当にラストスパートがきつかった。きつかった。ラスト2キロが結構きつくて。今現地のとこだったもんね。そうだけど、本当に、あの、小野さんもそう
うだけど、なんか街の人たちが飴配ってくれたり、頑張れみたいな太鼓叩いてくれたり、おじいちゃんおばあちゃんとか家の中からこうやってやってくれたりとかして、パワーをもらって。そうなんだね。すごい。疲れました。よかった。早い。諦めかけた時ありました？いや、諦めかけたことはないけど、2キロがきついなってぐらいで、でももうちょっとでゴールだって思ったら大丈夫でした。最後の2キロまではそんなにだった。最後の2キロやっぱりずっとすごいすごい。いやでもよかった、一安心。なんかいや、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。最年長どうですか？すごすぎる。ちょっと、なんかいい見本を見せてくれたんじゃないですか？ここからチャレンジする、新しいことに始めて、目標を立ててやるって。すごい刺激増えたんじゃない？すごい、すごいハードスケジュールの中でね、練習もね、もっとできてないって言ってて、レニちゃんがマラソンの才能があったってのはちょっと誰も見抜けなかった。戻しましょう。だって普通に走るならどっちかなって思うじゃん、今までのね、イメージがあるまさかのレニちゃんがね、素晴らしい、かっこよかった、かっこよかった、アラサーかっけーよ。家ではぐーたらなレニも夢だったハーフマラソンをなんとか完走することができました。これもひとえに温かい応援くださった沿道の皆さんや、モノノフの皆さん、そしてサポートしてくれた鈴木選手や高橋監督、スタッフの皆さんのおかげです。母の私からも心から感謝を申し上げます。レニ、こんなに支えられてるんだから、まだまだ頑張らないとだね。